はい、どうも、吉谷です。今回はですね、ドリームアカデミアに新しい講義の方を追加したのでお知らせいたします。今回、追加したのが、毎月やってるフォローアップ勉強会ですね。これは、ライブ、ウェブのライブでもこうやってるんですけど、そのライブ中継見れない買ったという人のためにですね、過去映像ということで全部こうアップロードしています。で、今回8月の、フォローアップ勉強会の映像の方をアップしました。で、こちら8月の、フォローアップ勉強会のテーマがですね、成約率を上げるクロージング方法について、お伝えしております。はい。で、こちらはですね、いつもと違って、この画面を使ってこう、説明させていただいております。具体的に僕がやってる事例などを踏まえて、今回お話しさせていただきました。具体的に僕もやってるそのクロージング方法ですね、っていうのをお話しさせていただきました。で、あとは、ここの文章の方にもちょっとバーって書いてあるんですけれども、こちらの文章もぜひ読んでいただきたいなというところです。で、この成約率を上げるクロージングに関しては、多分一番の最初の悩みっていうのが何かっていうと、結局この前回のこのステップメールから100万稼ぐ設計図、こちらでも、ちょっとお伝えしたと思うんですけれども、最初の問題、最初の問題は何かというとこなんですね。よいしょ。どこでしょう。最初の問題は何か。それは、リスト数が少ない、アクセス数が少ないから売上がなかなか上がらないという勘違いをしていること。まあ、これなんですよ。要は最初の問題っていうのは何かっていうと、リスト数が少ない、アクセス数が少ないから売上がなかなか上がらないという勘違いをしているところから、問題が始まっています。これ勘違いですからね。勘違いです。もう一度言いますけど、勘違い。もちろんリスト数、アクセス数が多い方が、それは売上は上げやすいです。上げやすいだけです。ただし、結論から言うと、1アクセス、極論ですよ、イコール12、10万。いや、単純にこれです。1アクセスイコール1人。じゃあ1人に、その1人に10万の商品をセールス、売れれば売上10万、一瞬ですよね。わかります？これが結論なんですよ。もう一度言います。これ本質っていうか、これ結論です。1アクセスだったろうとしても、1リストだったとしても、向こう側には1人という人間がいます。じゃあその1人の人間にちゃんと商品が売れれば、ね、10万が一瞬で立つわけです、売上として。これが本質なんですよ。じゃあこれは成約率が100%として仮定した場合じゃないですか。で、その成約率を上げていかないといけないですよね。最初はリスト数が少ないから。じゃあこの成約率を上げていくためにはどうすればいいのかっていうところをですね、今回の、この成約率を上げるクロージング方法っていうことで、どういうやり方があるのかというところを、実際に僕の具体的な事例をお伝えして、お話ししました。で、僕の事例っていうのは、事例は、ウェブでやるバージョンですね。ウェブで、成約率はい、これを僕の事例を踏まえて、ウェブ上で成約率をどうやって上げていくのか。要は、僕結構、まあ、今現状として忙しいっていうところもあって、なんだ、電話したりとか、直接会ったりとか、そういうことができなかったりするので、ウェブで成約率を上げていく方法をとっております。で、これも本当に成約率高いです。どれぐらい高いかっていうと、大体、40、まあそのキャンペーンにもよりますけど、内容にもよりますけど、30%から、50%出ます。
この前やった時は50%出たんですけども、なかなかないです。多分これだけの成約率、ウェブで誇れる。例えば、プロダクトローンチやって、プロダクトローンチ、まあ、プロダクトローンチって何かっていうと、一瞬でアフィリエイターさんとかに、ね、リストをこう、獲得する、広告費を払って、バーってやって、バーって売る。これの、成約率が、ね、5%いけば、すごい。万歳な感じなんですよ。わかります？プロダクトローンチ何千人っていうリスト、何万人っていうリストを集めて、5%いけばすごい万歳なんですよ。で、2%とか3%で、まあだね、みたいな、その領域なんですよ。領域なんですよ。ウェブ上でプロダクトローンチリストを集めてバーンって売っていく手法はありますけど、5%いけばすごいと。これね、僕ね、30%とか50%出してるわけですよ。だからこのプロダクトローンチより正直強烈です。しかももうプロダクトローンチっていうのはね、広告費がかかります。1リスト今、SVIP とかだと3000円から、1万円払ってます。だから、まあ、何千リスト何万リスト集めるかによって変わりますけど、その大きい、プロモーションになると、この広告費が、億を超えます。まあ、1リスト3000円とか1万円とかぶち込むので、億超えるわけですよ。大きいプロモーション、何万リスト集めるとかになってくると。まあ、それはどれぐらいの規模感覚でリストを集めて広告費を出していくのかによって変わりますけれども、今、だいたい1リスト3000円とか1万円で SVIP とか出してますので、で、この広告費億を超えてやってるどでかいプロモーションでもこんなもんですよ。本当に。だから僕が出してる30%とか50%の成約率っていうのは、ウェブ上だけで僕はやってますけれども、今。これはウェブ上で出すのは結構非常に至難のこの数字を出すのは非常に難しいと思います。しかもこれ売ってる価格が、まあそのプロダクトローンチで売ってるのと一緒で30万ですね。とかの価格帯で売ったりとかしてますけど、30万ぐらいの高額なものをウェブ上で、この30%から50%ウェブ上だけ完結で出すっていうのは、非常に高度というか、普通に考えて、ここの数字から考えてありえない数字です。で、じゃあこれを僕がどういうふうにやってるのかっていうところを、ここでお伝えしております。で、あとはクロージングをしていく、セールする上での考え方っていうのは、このテキストでも書いてますので、ぜひ読んでみてください。で、僕のこのやり方、この考え方っていうのをマスターすれば、要は少ないアクセスでも、その成約率をこれだけ出せるので、売上っていうのは立てることが可能なんですね。で、ほとんどの人がリストを少ない、アクセスが少ないっていうところから始まりますから、まずこのやり方、これをマスターした方が絶対いいです。だからこれマスターすれば絶対売り上げ作れますから。OK ですかね。広告費1億とか払ってもこの数字ですよ。悪いですけど。まあこれやったことがない人がほとんどだと思うので、ピンとは来ないと思いますけれども、マジでこんな感じですからね。これはプロモーションを仕掛けた人しかわからない数字かもしれないんですけれども、こんな感じです。で、最近はしかもこのプロモーションっていうのはライバルが非常に多くて、正直にこのパーセンテージをね、出すっていうのは非常に難しくまたなってきています。だから赤字になる場合も結構ケースとして、他のいっぱい業者さん赤字になってるところも実はあったりとかしてます。それが現実です。でも僕の場合は、広告費ゼロでこれです。もう一度言いますね。広告費全くゼロでこれです。じゃあそれ具体的にどうやってるんですかっていうのを、今回はですね、この、なんだ、この画面を見せながら、お伝えしてます。どういうふうにやってるのかっていう。具体的な戦略というかね、僕の考え方だったり、どういうふうにやってるのかっていうのもお伝えしてて、どういうふうにやればいいのかっていうのをやってますので、ぜひここのセッションは見るようにしてください。ということで、
8月のフォローアップ勉強会の、講義の方をアップしたので、このフォローアップ勉強会の過去映像すべてというところから行っていただいて、ここの、8月、2017年の8月、ここ制約率上げる方法、こちらを、見るようにしてください。あとテキストでも重要なことを書いて、毎回勉強会のこの映像の下にはテキストでもすごく重要なことを書いてありますので、こちらも読むようにしてください。はい、ではですね、今回の、動画はこれで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。